どうもこんにちは、坂東です。今日はですね、絵本の読み聞かせについてのお話をね、少しさせていただきたいと思います。絵本のね、読み聞かせの重要性についてはですね、以前の動画でも触れさせていただいた通りですね、子育てにとってはもうなくてはならない手法であると、非常に重要な要素であるというのはお伝えしたところです。で、最近ね、 YouTube でまさかと思って検索してみたところですね、やはりですね、あったんですよ。絵本を広げて、その絵本を動画に撮って、で、朗読してアップしてるだけというね、動画です。やはりあったかというところなんですね。そんな動画誰が見るんかいと思ってたんですけども、そういう動画の再生数がまた半端なく多いんですよ。つまり見てるってことなんですよ、ママパパがその動画子供に見せてるってことでしょう。やばいですよ、本当に。悪い意味でのやばいです。でね、これはね、私物申したいことがね、どうしてもね、あったんで言わせてください。まずですね、絵本の朗読の効果についてはですね、非営利であれば認められるケースが多いです。どういうことか、もうこれは想像つきますよね。例えば自治会とか公民館とかで絵本の読み聞かせの会しますよって言って、で、ボランティアの人が子供を集めて読み聞かせする、それは公開ですよね。公の場で朗読を公開するという普通の行為です。これ自体はですね、ものすごく推進されるべきものであって、もうぜひともどんどんやっていくべきだというふうに思っております。ただですね、絵本をカメラで撮影して朗読の状態で公開するということはですね、法的にまずどういうことなのかっていうのをちょっとおさらいしておこうと思います。朗読自体の公開は認められております。条件付きでですよ、非営利という条件付きでなんですけれども、私はこれはですね、道義的に問題があると思います。絵本を作った人の立場になって考えてみてください。苦労して書いた絵本ですね、たとえ朗読者が公開者であったとしても、その絵本の絵であるとか内容を不特定多数の人に見られる状態にしているということなんですよ。これはね、法整備がね、追いついていない状態だというふうに僕は思います。あともう一つ、どちらかというとこちらの方が問題です。絵本はね、そんなただ映像で公開して読み聞かせだというふうに思って見せても、それは絵本の読み聞かせではないと思います。ちゃんと説明しますね、これは重要なことなんで。絵本の読み聞かせの重要性は、ただ単に子供に絵本見せて読めばいいっていうもんじゃないんですよ。はい、今こちらに息子のお気に入りの絵本がね、あるんですけれども、こちらなんですけれども、例えばね、見開きのとこ破れてますよね。スマホとかタブレットで絵本見ても破れますか？破れないですよね。え、破った方がいいのって、そういう問題じゃないんですよ。ああ破っちゃったか、しょうがないわねって言って、セロハンテープで直して、で、直した絵本を見せると、これはコミュニケーションですよ、子供との、赤ちゃんともね。そのコミュニケーションがまずできないじゃないですか。あと、例えばこうやって読み聞かせていく段階で、例えばこういうね、絵を見て、あ、ここになんかミミズさんみたいなのが出てるねとか言って、これなんだろうねとかいう赤ちゃんとのコミュニケーションが YouTube の動画だともやりにくいですし、めくって戻ってっていうのもやりにくいですし、もうテレビと同然ですよね。テレビは2歳以下の子供に見せるべきではないっていう学者さんの意見がね、非常に多いっていうのも皆さんご存知の通りですよ。もうそんなね、絵本の動画なんか見せない方がマシですよ。で、くれぐれも注意してください。絵本の読み聞かせがいいと思って YouTube で子供に見せておいたら、それで絵本の読み聞かせになるかって言ったら絶対そのことないです。スキンシップも大事ですし、こうやって子供と、これなんだろうね、あ、こういう風なことになったねとか、絵と絵の間の類推をすることも絵本の方がやりやすいですし、実際にこうやって紙をめくって赤ちゃんに紙をめくらすということもね、絵本だったらできますし、 YouTube だったらね、そんな早送りとか赤ちゃんできないですよ。ここでね、あ、この人なんか怒ってはるねとか、なんで怒ってるんだろうねとかいうのが絵本だとやりやすいんですよ。で、何よりですね、タブレットのスピーカーから聞こえてくる声が親の声なわけないですよね。親が子供に接する、赤ちゃんに接する手段として絵本があるという、そこが重要なんですよ。なので、くれぐれもですね、はい、 YouTube 見せときゃ絵本の読み聞かせになるわとだけは決して思わないでください。
これだけはもう重々言っときます。あともう加えて言うならばですね、そんな動画ね公開するなよと言いたいですよ。グレーゾーンな著作権的な問題もあります。その映像を見て育った子供が親とのスキンシップがこういうもんかというふうにも思ってしまいますよ。そんなクズ動画ね公開しないでください。たとえ非営利でもね、絵本の読み聞かせの動画のアップ主が広告設定してるかどうかなんてそこまでね調べきれませんけれども、 YouTube の場合ね広告設定は YouTube 側がつけることもありますし、アフィリエイト収入を受ける側がアフィリエイト収入設定までいった状態で受けてる設定にしてるということも考えられますので、一概には言えないですよね。ただ単に広告が出てるからこれは黒だ白だっていうことは言えないですけれども、そういう問題じゃないぐらいこれだけはね自信を持ってダメだと僕は思いますので、くれぐれもですね子育て中のママパパはですね注意してそういう動画に接するようにしてください。もう接しない方がいいですね。もちろんですね出版社とか著作権を持ってる側がですね許可すればもちろん公開ができますよ。でもですねそんなん許可できるわけないですよね。道義的にも問題がある、子育てを支援する上でも問題がある、商売的にも問題がありますよ。ちなみにこの絵本ね息子のお気に入りなんですけれども、もうこの絵本ほぼ暗唱できる状態です。息子今3歳です。暗唱って言っても3歳なんでね字が読めるわけじゃないんで、この絵を見ながらこのストーリー、ここに字を書いてあるストーリーがほぼ読める状態だということです。それスマホとかタブレットでできますかね。でまあよくお父ちゃん絵本読んでよってね膝の上乗っかってきますよね。正直めんどくさいなと思うこともありますよ。だからといってね、ああもうめんどくさいな、ちょっと検索して、ああったあった、この絵本タブレットで見せときゃいいかって、それだけはね思わないでください。どういう赤ちゃん、どういう子供になるか、映像と音声だけを一方的に流されるコンテンツっていうのは受動的なんですよ。楽なんですよ。自分から何かをしようっていうことにならないんですよ。そんな受動的なメディアで面白いですよ。見てて受動的なメディア見てて面白いんですけれども、まあページをめくって内容を暗唱できるまでにはならないと思います。絵本はですねこの絵と絵の間にあるシチュエーションを頭の中で補完し合ったりですね、そういう創造性を育む、そういう絶好のツールなんですよ。これまあ前回の動画でも言いましたけどね。パン作ってもいいですよ。ここ怒られるの？勝手にやったら怒られるかな。なんどうなんだろうな。笑うの？笑ってはんね。ほっぺとほっぺはほんまずっと私にしまいました。いけないいけない。